本日の晩酌ご飯はですね、こちら豚の味噌七味焼きと菜の花としらすのおひたしでございます。チーズケーキ食べながら見るね。うん、好きなの食べながら見ていいよ。うん、そうかそうかそうか、みんな好きなもの食べながら見たらいい。教えてくれてありがとうな。お酒かみりんがちょっと少ないかもしれません。いや、酔ってないよ、酔ってない、酔ってないよ、俺は酔ってない。嬉しいお知らせが来ております。なあに、良平くんのお料理姿を見て、うん、料理教室に通い始めました。マジで、うお、そ、秒で追い抜かれるやつじゃん。いやでもね、何でも向上心があるのはいいことだし、もっと言うと食はね、どうしたって離れられないからね、食事だけはね。でしかもね、その日々の必要に迫られるものプラス趣味にもなってたらもう最高じゃんな。いや、それは素敵だと思いますね。料理教室だって、はあ、大丈夫、みんなで美味しいものを教わりながら作るんでしょ。俺もね、ここ来るとさ、美味しいもの作れるから最高だよね。どう作ったって美味しいんだもんだって、すごくない。言ってなかったかもしれないけど、千切りを頑張って今したいなと思ってるんですけど、なんかまあいいんすよ、大雑把で。こんな意見も来ております。はい、木村さんも料理教室をやってみたらいいかな、先生として。冗談でしょ、何をしてんの。したら俺横に先生いてもらったらいいよ。で先生が言うこと言うわ、俺が。いいかお前ら、千切りっつうのはな、つって。たくさん人がいる前で、木村さんはちょっと料理したくないの？めっちゃ緊張するんで、無理っすよ。でも緊張しますよね、やっぱ。そんなもんするじゃないですか。指バッサバッサ切りますよ、そしたら。残ってる指の方が少ないぐらいになると思う、多分。みんな俺の指の心配をしてくれてる。大丈夫だよ、今日はキラン。今日のところはな。このドレッシングはね、なんと、混ぜるだけです。江口に料理を教える、なんでそんな無駄なことしなきゃいけないの。あいつその1回しか作んないからね、絶対何にも残らないもん、何にも。もうちょっと頼もしい人がいいな、料理に関して。誰かいない。あ、ウィングね、ウィングいいじゃん、ウィングいいじゃん。したらウィングだと俺見てるだけでいいもんだって。うん、まっ、びっくり。ヒロキ、なるほど、ケンヌくんね。ユッチ、ユッチとワイン飲みながらやりたい。あ、トッシュはダメ、絶対ダメ。あのハンバーグが肉団子になるからダメ。スイーツの匂いですね。今日だってそんな料理するの。でもうまそうだね、あいつ。あー、小坂さんな、小坂さんってやると怒られるからな。35歳にもなって僕怒られたくないですよ。あー、ユウとタクト、いや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 、何の戦力にもなんねえだろあいつら。いらないいらない、やったんわ。何の戦力にならないよね、きっとね。これ、みんな何も見てないよね。大阪なんてダメよ、あんなの。絶対ダメでしょ。で昔、大阪ん家でやったハンバーグパーティーに呼んでもらったことあるな。あいつが作ったんじゃないと思うけど、なんかみんなで作ったって言ってた、その時のメンバーで。しらすね、しらす。今日言ったんですよ、あのカンペ出してくれてる子にね、いつも無視してね、全然関係ないことやるから、今日はちゃんと見るから、ごめんな、今日はちゃんと見るって言ったんだけど、今のでマイナス1点。どうやってプラス稼いだらいいんだろう。裏を抜けすぎてって、作ればいいのに。ん、七味ほんね、違うんだよ、違うんだよ、違くねえよな、ごめんな、言い訳してんじゃねえよって、いい年こいて。皆さんはですね、私と違ってちゃんと最初にこう豚を置いた時に七味をかけてください。それが正しい手順ですからね。よろしいですか、僕の真似はしないように。すまん。マイナス2点だね、本当だね。今日木村さんのオリジナルドレッシングじゃないですか。もし名前をつけるとしたらどんな名前にしますか。
名前、このドレッシングに名前をつけるとしたらあれですね、まあ、バルサミコとオリーブオイルだけで大体美味しいけど、それにちょっと好みのものを加えるだけでオリジナル感出るよねっていうドレッシングです。はい、ということで、豚の味噌七味焼きと菜の花としらすのおひたし、おまけでドレッシングも完成でーす。美味しそうくない？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 ありがとうございました。ありがとうね、みんなね。